ボートレース三国夏恒例のシリーズ第48回しぶき賞暑さ厳しい中6日間を通して行われてきました残すはシリーズの頂上決戦です優勝戦第12レースです対戦メンバーは1号艇今垣孝太郎2号艇中島康平3号艇武田光文4号艇萩原秀人5号艇田中和也6号艇南雄介以上のメンバーです 今ゆっくりとインコースに向かっていきますのは1号艇今垣孝太郎ですドリーム戦を含めましてここまで6勝地元の総大将が堂々の絶好枠で登場です2コースに2号艇中島航平今年地元のゴールデンウィークシリーズ優勝を含めて3度の優勝近況の好調ぶりを今節アピールしています 引っ張りました3号艇、武田光文本番では3コースの角5日目は連勝オール3連敗キープして地元連続優勝を決めています4コースに4号艇、萩原英人先月地元で行われましたボートレース甲子園の仮をここで返します5コース5号艇、田中和也準優は最終周回まで続いた2着争いを競り勝っての優勝決めました6コース6号艇、南雄介的確なさばきでここも一発を狙います進入インコースから 1>, 1番、2番、3番、4番、5番、6番です、スタートしました、2号艇、中島がトップスタート、1号艇、今垣もまずまずのスタートを切っています。 逃げ作っていく1号艇の今垣、刺す2号艇の中島、内からは4号艇の萩原、5号艇田中が続きます、1号艇の今垣を内から捉えるか、2号艇中島、2艇のトップ争いも、一定心優勢、1号艇今垣、3番手は5号艇の田中に4号艇の萩原、内から3号艇武田、6号艇南最高峰、スタートは正常です、1号艇今垣がトップターン、内をつく2号艇の中島、その後ろ3号艇の武田4号艇続いていきます、先頭1号艇の今垣はリードを3停と広げました。 3番手は4号艇萩原が3艇進優勢3号艇武田5号艇田中6号艇南続いていて2周1マークです1号艇今垣孝太郎先頭2番手は2号艇中島公平3番手は4号艇萩原内から接近5号艇田中3番手は4号艇萩原が後続5艇進6艇進と差をつけて1番2番4番の体勢です5号艇田中4番手3号艇武田外から接近6号艇南最高峰変わらず2周2マークに入っています 先頭1号艇今垣孝太郎2番手は2号艇中島洸平3番手は4号艇萩原秀人1番2番4番と体勢は固まっていますその後ろ3号艇武田5号艇の田中4番手争い6号艇南最高峰で最終周回ですインから堂々と押し切る形1号艇今垣孝太郎が先頭2号艇中島洸平が2番手3番手は4号艇萩原秀人が1番2番4番の体勢で体勢は固まっています 1>, 1、2、4の組み合わせ3連単は5.7倍です約1年1ヶ月ぶりとなります通算105度目この後続く大舞台に弾みのつく優勝に向かって先頭1号手、今垣2番手は2号手、中島3番手、4号手、萩原守って1、2、4優勝戦ゴールです先頭1番、今垣優勝の五輪2番手、4番、中島五輪3番手、4番、萩原五輪3番、武田、5番、田中ラストは6番、南が五輪です